他人の関係が大ヒットした歌手の金井勝子さん。1993年、病気により芸能活動を一時休止しましたが、同時期にある犯罪行為に巻き込まれてしまいました。一体金井さんの身に何が起きたのでしょうか。その後の復活劇とともに見ていきましょう。金井勝子さんのプロフィール。本名足立勝子。生年月日1945年6月17日。出身地大阪府岸和田市。身長166センチ。血液型 A 型。学歴四天王寺高校。所属事務所島田プロダクション。経歴。金井勝子さんは終戦後に日本に帰国した後、大阪府岸和田市で育ち、1953年に西野バレエ団に入団します。西野バレエ団とは、宝塚歌劇団男子部2期生だった西野幸三さんが結成したバレエスクールで、1960年代に拠点を東京に移し、その後数多くのアイドルを輩出しました。金井さんは1959年にモデルとして芸能界デビューを果たし、1962年にはハプスバーグセレナーデ涙の白鳥で歌手デビューも飾っています。その後、由美かおるさん、奈美悦子さん、原田いと子さん、恵美さなえさんと西野バレエ団5人娘としてレイガールズを結成しました。レイガールズとしてドラマフラワーアクション0091や映画レッツゴー高校レモン娘ミニミニ突撃隊などに主演し、若者世代を中心に熱狂的な人気を獲得していました。1966年と67年には連続して NHK 紅白歌合戦にも出演。1968年、69年は歌手としての出場ではなかったものの、ダンスを披露するなどし、4年連続で紅白歌合戦に出場しました。ソロとしても活躍していた金井さんは、1973年、他人の関係をリリースすると、ミリオンセラーを記録します。日本レコード大賞企画賞を受賞しましたが、1982年、昼ドラ、花王、愛の劇場の主題歌になった愛様様を最後に、新曲は発売されていません。1990年代には、JA グループ、パールライスのテレビ CM に出演し、自身のヒット曲、他人の関係のイントロに合わせて、金井さん本人がしゃもじを持ってパールライスを紹介するという CM がヒットしました。2014年には代表曲の他人の関係を歌手の人とようさんがカバーし、ヒットドラマ昼顔平日午後3時の恋人たちの主題歌として起用され、再度脚光を浴びています。同年 FNS 歌の夏祭りに久しぶりに登場した金井さんは、人とようさんと共に他人の関係を歌い上げました。同曲は独特の振り付けでしたが、金井さん自ら人とようさんに教えたそうです。結婚。もともと結婚願望はなかったという金井さんですが、1982年、大阪在住の歯科医師と結婚しました。夫は一般人ということで、名前や年齢などの詳細は明かされていません。結婚式は、いとこが住んでいたパキスタンで執り行われました。金井さん曰く、夫はジープでサハラ砂漠を旅するような人だといい、結婚式では、金井さんがお姫様のような民族衣装のサリーを着て、夫は白いターバンを巻いた王子様として象に乗って迎えに来たそうです。金井さんは結婚以降、活動拠点を大阪に移し、主にミュージカルや舞台で活動しています。オフの時は大阪の自宅で普通の主婦の生活を送っているといい、車でスーパーへ買い物に行く時もあるんだけど、普段はママチャリで買い物に行っていますと明かしました。病気、窃盗被害で。
金井さんは1993年から病気療養のために芸能活動を一時休止していました。金井さんが苦しんだ病気は霊能症候群でした。霊能症候群とは、寒さなどで手足の指の細い動脈の収縮が急速に起こり、両手の指先に血液が流れなくなる病気です。指が青白くなり、しびれやチクチクとした感覚が生じ、そのまま指先に血液が流れない状態を放置すると、指がえそしてしまうこともあるそうです。金井さんは1993年に手術を受け、療養生活を送ることになりました。しかし、不運は続き、手術から5年ほど経った1998年、窃盗被害に遭ってしまいます。窃盗グループに自宅を荒らされ、合計1700万円相当の貴金属52点を盗まれてしまいました。犯人は有名人の自宅を専門に窃盗するグループだったといい、金井さんの前には俳優の高橋英樹さんの自宅も被害に遭っていたそうです。私生活で大変なことが重なった金井さんですが、現在ではすっかり病気も克服し、仕事に復帰しています。美貌の秘訣は、若い頃の美貌とプロポーションを現在も維持し続け、年齢を感じさせない金井さん。スリーサイズも30代から変わっていないようで、プロポーションを維持するために、日々のエクササイズには2時間も費やしているといいます。また、毎日欠かさず、ゆで卵の白身と野菜の千切りを食べているそうです。現在は、大病と窃盗被害を乗り越えた金井さんは、現在は家族と共に大阪に住みながら芸能活動を続けています。2017年と2018年には舞台ザ・レビューカーテンコールをもう一度で前田美波里さん、中尾美恵さんと共に60年代、70年代の青春再びをテーマに歌とダンスを披露しました。最初の公演でファンから全然足を出していないと言われたため、その後は超ミニスカートで美脚を披露しています。現在は夏メロ関連の番組に時折出演するほか、ホテルのディナーショーなどの仕事をこなしているようです。昼顔の主題歌として再度脚光を浴びた金井勝子さん。ママチャリで買い物に行く主婦生活を送っているのは意外ですが、これからも名曲を歌い続けてほしいですね。今後の活躍を応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか。健康を第一でファンを魅了し続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。